皆さんどうもこんにちは。ついにプレイステーション5のデザインが発表され、同時に発売されるソフトも発表。その数なんと28タイトル。多すぎ。うんこ漏れた。今回は6月12日のプレイステーション5 The Future of Gaming で発表されたプレイステーション5の28タイトルのソフトをご紹介していきたいと思います。次世代のゲームに期待を寄せながらご覧ください。では行こう。アストロズプレイルーム。プレイステーション4や VR でもおなじみ、愛くるしいロボットの生命体アストロ。プレイステーション5でも本作は登場。今回はプレイステーション5本体にプリインストールされているようで、プレイステーション5ゲームパッド、デュアルセンスの機能を存分に活かしたアクションゲームがプレイできるようになるとのこと。パッと見グラフィックの進化が微妙な気もするんですけれども、まあプリインストールされているなら別に構わん。無料は正義。デモンズソウル。ソウルシリーズの原点、今もなお絶大な支持を誇る死にゲー、デモンズソウルがなんとプレイステーション5でリメイク決定。本作は2009年にプレイステーション3用ソフトとして発売されたアクション RPG で、プレイステーション5のリメイク版には新しくフラクチャードモードというグラフィックを向上させるエフェクトやレイトレーシングなどを設定が可能であり、忠実度を重視したモードとフレームレートを重視したモードのどちらかを選択してプレイが可能になっているようです。プレイステーション3のデモンズソウルはプレイステーション3の性能の限界的に活用してはいたものの、やけに気持ち悪いグラフィック表現やひどい部分があったので、リメイクされてからのグラフィックの向上がどこまで強化されているのか気になる。デストラクションオールスターズ。まるで海外の自作破壊ロボを戦わせる番組のようなぶっ飛んだゲーム性を秘めた、私キャベツ的神ゲー集がするゲーム。本作のプレイヤーは近未来なアリーナを舞台に、派手でとんでもない改造を施された車輪に受かるはずもない車を操って、車両同士でボコり合いながら車で戦うゲームかと思いきや、ドライバーが車から降りて生身で殴り合ったり、他の車にしがみつき妨害することも可能なようです。まるで煽り運転を飛躍させたかのようなぶっ飛びゲーム。フィールドには罠が仕掛けられていたりと、割と戦術的な立ち回りも必須になりそうです。個人的期待大なゲーム。グランツーリスモ。王道レースゲームグランツーリスモがプレイステーション5でももちろん発売。映像を見ただけでもわかる、こいつはとんでもねえグラフィックや。ナンバリングとしてはプレイステーション3のグランツーリスモ6から約7年ぶりのタイトル。シリーズを手掛けるプロデューサーはキャンペーンモードを中心とした仕上がりになるとの発言をしています。今回公開された映像では実写さながらの映像美を見せつけた後、マップ上にメニューアイコンを散りばめた GT タウンと書かれたホーム画面が映り、チューニングパーツショップや中古車ショップなど今までのグランツーリスモを進化させたような様子が伺えます。価格や発売時期についてはまだアナウンスはありませんが、ファンなら常にチェックしておくべきや。ホライゾン。以前私キャベツが投稿した妖芸のキャラにブスが多すぎて怒っているという動画でブチ切れたあのアーロイ様が主人公のホライゾンの続編がプレイステーション5でも発売。ホライゾンゼロドンの続編となる本作は、前作では書物の中で登場した土地、禁じられた西部が主な舞台となるようです。前作でも化け物レベルのグラフィックだったのにもかかわらず、プレイステーション5ではもはや実写を超えて SF に到達。美しすぎて脱粉した人も多いのではないでしょうか。また本作は Steam でも発売する予定のことで、かなり戦略的に攻めるタイトルのようです。ストーリーもグラフィックも最高峰のホライゾン、あるいはリアルさにも磨きがかかり、なおもまあブスであるが買うしかない。マーベルスパイダーマン、マイルス・モラレス。世界で最も人気のヒーロー、スパイダーマン。マーベルスパイダーマンでも素晴らしい完成度を誇っていたスパイダーマンゲームがプレイステーション5でも登場。開発は前作と同じく、インソムニアックゲームズが担当。そしてなんと、主人公は映画スパイダーバースでおなじみのマイルス・モラレス。マーベルユニバースの一つの世界で、ピーター・パーカーと同じくスパイダーマンとなった黒人の少年。プレイステーション4版のスパイダーマンでも、ハッキングをしたりと出番があったマイルス・モラレス。ゲームシステムは公開された映像では不明ですが、前作同様、プレイヤーが街中を飛び回りながら人助けをするヒーローになれるはず。発売日は不明ですが、ローンチと同時に発売されるかもしれないという情報もあるので、続編を待ちましょう。ラチェット&クランク、リフトアパート。ラチェット、めっちゃモフモフやんけ。
前作のラチェット&クランクザ・ゲームの発売から約4年の本作、今回公開されたトレーラーにはゲームプレイ映像も含まれており、おなじみのガラメカや慣れ親しんだ世界観の中、グラフィックの向上により羽毛感が増したラチェットが活躍。こんなラチェット&クランクを開発するのは、などスパイダーマンと同じくインソムニアックゲームス。イベントではプレイステーション5の性能を最大限にまで引き出しているとの期待の言葉も。プレイステーション5のコントローラーデュアルセンスによりこれまでできなかったことが実現できるようになったとのことです。また本作は次元間の切れ目を通じて別の惑星と瞬時に飛んだりするような次元を超えた冒険をしていくストーリーのようです。モフモフ感も増したラチェットはプレイステーション6では羽毛になるのではないだろうか。リターナル、おいババアじゃねえか。本作はプレイステーション5独占のゲームソフト。本作の主人公は謎の惑星に不時着した女性の科学者。ここでこう思った人も多いはず。ババアやんけ。主人公はなぜかこの惑星で死んでも生き返ることができるようで、まるでデスストランディングのような世界が。本作はローグライク要素のある横スクロールアクションゲームとサードパーションシューターを組み合わせたようなゲームになるとのこと。主人公が死ぬたびに惑星は毎回形を変化、常に新しい気分で異様な世界を探索できるようです。個人的には世界観がドンピシャなゲーム。しかしなんで主人公ババアにした。まあリアル感は増してますが、でもまあ美少女にして。サックボーイはビッグアドベンチャー。本作はリトルビッグプラネットでもおなじみのサックボーイが主人公のアクションゲーム。慣れ親しんだペーパークラフトなどで形成されたポップな世界で謎解きをしていくゲームのようです。プレイステーション5の性能もあってか、世界観は維持しつつも草木のディティールや雪の質感に至るまで細部までリアリティを感じるグラフィック。また本作はソロプレイだけではなく最大4人までのマルチプレイにも対応。友達と協力し遊ぼうぜ。まあ友達がいない人は一人プレイ。トレーラーでは確認できなかったものですが、おなじみのクリエイトモードも実装するとは思われます。さあ発売するまでに一緒にできる友達を作るんだ。バグスナックス。個人的に世界観が最も狂気な本作。本作は食べ物らしき姿をした虫が徘徊する島を舞台にしたアクションアドベンチャーゲーム。トレーラーでは何を言ってるのかわからないと思いますが、モンスターがイチゴの形をした虫を食べることで腕をイチゴにする姿を目にすることができる。このように食べ物の姿をした生き物はバグスナックというようで、この島には100種類以上のバグスナックが存在。トレーラーの映像を見ているだけでシュールな世界観であることは明白。ストーリーは有名な探検家であるエリザベートの招待で島を訪れた主人公、その中ボロボロで無人になったキャンプ場を発見。プレイヤーは行方不明になったエリザベートやその部下たちを見つけ出し、この島に果たして何が起こったのかを解決するようなストーリーのことです。割と子供向けのゲームのようにも思いますが、割と世界観は気になるのでプレイしてみたい。デスループ。デスループは2019年の6月のベセスタソフトワークス E3 ショーケースで披露されたデスループ。本作はどうやらループにハマったプレイヤーが無法の島ブラックリーフを舞台にもう一人の暗殺者とループの謎を解き明かしていくストーリー。バイオショックやディスオーナードのようにスタイリッシュなアクションで敵を倒していく FPS ゲームで、ステルス要素もありハラハラな戦闘をするのも OK、 派手な戦いをするのも OK と独自のスタイルでプレイするのも楽しそう。対応機種はプレイステーション5とパソコン。2020年のホリデーシーズンに発売する予定のようです。ゴーストワイヤー東京。今回の思ってたんと違うゲーム第1位。以前公開されたトレイラーでは驚々しい日本のホラーなのかと思いきや、割と明るめの画面でちょっと怖い化け物が無駄に強調されたエフェクトでバチバチするなんか、これなんやねんっていうゲーム。まあまあ酷評はこれほどにしておいて、設定や世界観は期待すべき点も多い。本作は人口の 99% が消滅した東京で、雨わらし、白むく、口裂けといったビースターズと呼ばれる霊たちと戦うアクションアドベンチャーゲーム。トレイラーでは般若の仮面をつけたヤバそうな集団も登場。人のいなくなった東京を走り回れるのは胸熱。 JK の敵とかも登場するようなのでパンチラとかがはかどりそうや。それだけで買う価値あり。ゴッドフォール。本作は TPS のアクションゲーム。以前にもトレイラーは公開されていましたが、今回のトレイラーでは以前よりも武器のバリエーションを多くした戦闘プレイシーンが紹介されました。かなりスタイリッシュなアクションですが、個人的にこういうゲームは日本にはあまり受けないイメージがあります。まあ仮面の下が全員美人でおっぱいとかでかかったらな。グッバイボルケーノハイ。本作はボルケーノハイスクールに通う主人公を軸に、高校最後の1年やバンド活動を通じて時代の割とラブストーリーの始まりを描くストーリー重視のアドベンチャーゲーム。登場
をするのは傷つくことを恐れ他者を必要としないふりをしているシニカルな主人公ファングと彼女の唯一の親友でバンド仲間でもあるトリッシュ、優等生で嫌味な生徒会長ナオミ、ナオミの相棒で暴虐無人なネイサー、これらを含む主要キャラクターや眩しい高校生活、心の内を語るファングの独白を描いた素敵なアナウンストレーラーが登場。なぜ擬人化したのかちょっと謎なんですけれども、ストーリーは感動ものになりそう。ということで前編はこれで終了いたします。残りの16作品は後編でご紹介していきたいと思います。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターインスタグラム登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャブスでした。ほなまた。チャンネル登録をすると